ここがセイレインたち翼を持つ一族の住む島よ。ワクワクしますね。なに、結局このお調子者連れてきちゃったの？あ、いや、そういう約束だったから。いいではありませんか、仲間はたくさんいた方が心強い。ここも変わったな。精霊の王に会わなくちゃ。村はどこなのかしら。あそこにいる人は誰ですかな。あの、来たわね、魔物。あ、そうじゃなくて、こっから先は一歩も通さないわよ。思い知って、ここを通りたければ命がけでいらっしゃい。ああ、パニックに陥って敵と味方の区別がついていないようね、あの子。まったく、あれでリーダーなんだから。セイレン族は人がいないのかしらね。リーダー、今の人が？そう、私の記憶が正しければ彼女がセイレン族、いえ、翼を持つ種族の王さアリーナのはずよ。じゃあどうして攻撃してくるんですか？混乱してるんでしょうね。ここも争いとは無縁の平和な島だったから。あの人と話がつかないとどうにもならないな。ルルルルルルン、いいものたくさん手に入れちゃった。さ、早く帰ろ。え、あのちょっと、その飛んでる人。ルルルルル、あら、誰か呼んだ？呼びました、呼びました。ここです。あら、かわいい子ね。何か用？セイレーンのリーダーとお話ししたいんですけど、どうしたらいいんですか？アリーナと？そうね、すぐそこにいるんだから、あの子の大好きなキャンディーでも持っていけばいいんじゃない？あ、ちょっと。ああ、唯一の頼りが飛んでいく。しかし、なんていうか飛んでるな、考え方が。いや、年中飛んでる種族じゃからの。どうしよう。どうした？何かあったのか？村が魔族に占領されてる。なんと、こんなところまで。あなたたち、魔族じゃないわよね。こんなに素敵な顔立ちの魔物はいませんよ。顔はともかく、お願い、村を助けて。そしたらアリーナに紹介するから。命がいらんと見える。その剣でやっちゃって。わかった。
我々に立てつくものは。ほらほら、あの偉そうな顔してるの、キルの。そう簡単にさせぬぞ。簡単。えい、最後まで喋らせろ。あなたのお名前は？アミラと申しますの。本当にありがとうございましたわ。なんとお礼を言えばいいのか。こんな時のアリーナ様ったらちっとも役に立たないんですの。そのアリーナさんに会いたくて僕らはここに来たんですけど。あ、そういえばここへはどうやって来られたんですの？私が教えたのよ。ミリア様、もうどちらに行かれてたんですの？ミリア様がいないからアリーナ様ったら一日中島の見張りをしてるんですのよ。おかげでこっちの島が占領されてしまって。ごめんごめん。でね、この子たちがアリーナに会いたいって言うんだけど案内してくれる？私はちょろっと忙しいから。ダメですの。ミリア様も一緒に来てくださいの。あの方はミリア様の言うことしか聞かないんですから。珍しいものが来るんですの。はい。ここはセイレン族の住む町です。また来たのね。ちょっと落ち着きなさいよ。あれ、ミリアお姉様どうしたの？そいつら魔族よ。まさかお姉様。相変わらずそそっかしいわね。この人たちは魔族じゃないわよ。そうなの？そうよ、私の顔忘れた。あら、ルシーダさん。やだ、私ったらまた早とちりしちゃったのね。ごめんなさい。いいのよ、それよりも今日はあなたに協力してもらいたくて来たんだから。私に？あなたも気づいているでしょう。魔界の扉が開きそうなの。え、私たちの鍵も魔族に。盗まれたのか？いえ、封印の島には万人がいるから。けど、あの島も魔族に占領されてて、いつまで持つか。ほら、あの向こうに見えている島よ。僕たちが行くことはできないのか？浅瀬を伝っていけば、たどり着けるわ。よし、それじゃあ魔族を蹴散らしに行こう。私はハーピーなんかいなかったのに、どうしてあんな魔物が徘徊するようになったのかしら。
向の島に古い遺跡のようなものが見えるだろう。昔は精錬たちの町があったそうだ。あれが万人ですかな。そうですの、アリーナ様、早くお願いしますの。はいはい、早くしてね。万人はあなたの言うことしか聞かないんだから。はい。ゴーレム、どいて。鍵を取り出したいの。そうよ、そこをどきなさい。私がわからないの。この恩を知らずめ、お仕置きよ。区別がつかないみたいね。むっかー。仕方ない、倒すしかないじゃろ。気をつけてくださいの。ゴーレムは魔法の攻撃を受け付けないですの。
の預かった宝。なんだったっけ。冥道の器でしょ。情けないですな。名前の通り器そのものですな。とりあえずこれで鍵の一つは手に入れた。これで魔王復活までの時間を稼げる。ではドワーフの鍵を取りに行くか。そのためには海を越えねばな。なら港まで行かなくちゃ。一緒に来てくれるのかい。当たり前でしょ。これは私たち一族の問題でもあるのよ。私も行くからね。何か珍しいものがあるかもしれないし。ありがとう。